ひたちの国不思議探検隊。今日はですね、かっくん隊長、うん、あ、そうね、かっくん隊長と宮古副隊長です、はい、今日はなんか賑やかですね。今日は座談会です、今日は座談会ですね。今日はね、ゲストが3人ほど。ゲストは2人。あ、ゲスト2人じゃん。オリジナル。あ、オリジナル。あ、隊員とゲスト2人ということで、この前出したね、北関東座談会っていうのがあったんですけど、はい、まあ、今日は若干南関東なのか北関東なのか微妙なところから2人お越しいただきまして、はい、まあ役北関東座談会をやりたいと思います、ね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ今日はもう包み隠さず、テーマはあんまり決めてないんですが、やっぱり旬なのはウクライナ問題かな、ウクライナ思いますので、ウクライナあたりをね、ですね、いきますか、ね、はい、まあ、ウクライナの今の現状をまずそのあたりから。そうですね、はい、うん、今の現状っていうのはあれでしょ、ウクライナの場合は東ウクライナがウクライナ政府に攻撃されて、そこにアゾフ連隊が来て攻撃してたっていうのが、これ私たちの意見ですよね。だから世の中的にはそう思ってる人の方が少数っぽいんだよね。 でもやっぱ増えてきてる、増えてきてるかな。ツイッターとか見ると、うん、まあ今言ったように少しずつ、うん、なんかあれあれあれのこう、うんうん、ひっくり返りが起こってるような気がしますけど、うんうん、そう、結構ね、僕のフォロワーさんもね、うん、最初ウクライナ B 期だったんで、そうですよね、だんだんおやおやって感じで、うんうんうん、ロシアの方に、まあ、戦況がこう少し報告されたり変わるにつれて、結構情報がおかしいなっていうのが、うん、テレビを見ていておかしいな、とにかくもうメディアがテレビがね、うんうん、もうウクライナ一辺倒で、うん、まあ、嘘つきですよね、おかしいなと思う人多いやん、うん、ほらテレビにそのゼレンスキーが大統領が演説したりとか、うんうん、あと傭兵を募集したりとか、うんうん、寄付をすごく募集したりするっていうのが、うんうん、ちょっと今までにない戦争スタイル、うんうん、そうそう、だよね。傭兵募集に応募した日本人がね、うん、何人かいたみたいですね、うんうん、有名な人もいましたね、うんうん、変な変な、なんかレイシストみたいな人、うん、いたけど、あの人どうなっちゃったんでしょうね。ううだから今全国で日本国内で、うん、すごいそのウクライナの方のために募金っていうのをやってるらしいんですけど、はい、うんうん、まああるとこでちょっと見たんですけどね、うん、それが国民にはいかないで、うん、軍に、うん、武器の調達みたいですね。そうでしょ、言ってしまって、うん、日本人の善意が実はもっとひどいことになってる、うん、なんかそのほらウクライナになんだっけ、ポーランドから食料支援なんかが入っても、それがもう横流しされて、なんかスーパー、オデッサのスーパーに並んでるとかああ、それは見ましたね、ね、そういうのが、うん、鍋を変えてそう売られてるとか、だから皆さんむやみにコンビニでウクライナの寄付をするとね、うん、ウクライナで武器を買われることになるので、うん、まあちょっと考えてから、ね、箱に入れてください。ツイッターで戦争始まった、まあ戦争、これは戦争じゃないと思ってるけど、うん、まあ、紛争始まった、うん、もう翌日に、うん、在日のウクライナ大使館が、うん、はい、口座、そうです、そうです、口座をバーンと、うん、メディアに出して、そうだったら出てきたもんね。ね、そしたらみんな日本人、バーッとまあ振り込んじゃって、うん、もう こんだけ振り込みましたって、うん、40億とか言ってたよね、50億とか言ってましたね、うん、40、50億も溜まってるとか、うんうんうん、でそのなんつうのこう前後の理由も分かんないのに、もうロシアが侵攻したっていうので、うん、大変だって言って、そんなに寄付できるものなんですかね、うん、皆さん40億って言ったらさ、1000万人の人が寄付したら、まあ1人1円で1000万で4000円かな、うん、だからその口座がバーンって時にバーンと私こんだけ振り込みましたって画像付きで振り込み用紙を、うんうんうん、そうですよ、ツイッターとかに上げた人がいたら、うん、それが読み込むわけよ、そんなの全部絶対やらせ、やらせね、口座だけでやらせやん、うんうん、誘導がすごいですよね、それに乗っかってまだもう普通のなんか純粋な日本人がバン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 振り込んじゃうわけですよ、その工作員っていうのはどういう系の人なんでしょうね、こう区分けすると、まあ名前出しちゃっても大丈夫なんじゃないなネトウヨ系、だから今それ一生懸命ウクライナ人のほれ
なんだっけ、ナザレンコとか、そうそうそう、あともう一人なんとかっていうのがね、うん、いたね、うん、すごい振り込みとか、うん、何協力しろって、うんうん、メディアでどんどん言うわけですよ。そうなんです、ね、車が欲しいだの、うん、そうなんです、で もうすぐ日本政府も防弾チョッキだの、そうなんです、いろんなもの、ヘルメットだのって、あれ完全に戦争参加ですから、そう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 、そうなんです、救助に反する、ということは加担してることになっちゃう、もうすでに加担してるわけですよ、うん、だから国民も寄付をするということは、うん、結局あ皆さん憲法違反してますよっていうことになりかねないと、そうそうそう、なりかねない、いうことですね、だから加担してることになる、もう完全に戦争参加ですよ、うん、そうそうそう、もう片方にね、うんうん、だからロシアから見ると、うん、おいおい日本人たちよと、うん、あもう敵国だって何やってんだ、もう完全に敵国認定されてね、うん、まあね、もともと敵国条項だから、だから敵国あのプーチンまだ優しいから、そうだね、あんまりガンガン言わんけど、うん、非友好国っていう、うん、ね、友好国に火をつけて非友好国っていう優しい言い方だけど、やっぱり敵国は敵国でしょ、うん、ただ経済制裁も真っ先にやったからね、うん、そうだね、今のところは、うん、日本っていう国に対してロシアは、うんうん、あの敵国、あの要するに敵に対して非友好国としてるけれども、うんうんうん、日本人は違うよみたいな雰囲気らしいですよね、うんうん、国民は違うけど 国としては、ね、国としてはみたいな、うんうん、だけど日本人は敵な、敵ではないんだよと、それも日本のその政治、政治の支配体制をみんな知ってるからね、みんな知ってるからね、そう知ってるってことね、だから、そうそういうそこ重要、ウクライナと一緒で、要するに傀儡政権っていうのは分かってるから、うんうんうん、日本人はしょうがないなって、うん、もうだってほらね、こう安倍さんと話し合った時にそうそう、うん、もう親米政権の人と話しても無駄だねっていう、うん、そうそうそうね、ことはなってたもんね、鼻で笑ってるから、ね、全部ね、ロシアなんかあの KGB が全部日本人の支配層の遺伝子まで全部調べたんですよ、お、うん、遺伝子ね、そうそう、もう支配層っていうのはどんなやつが上にいるかみたいなのが全部、ああもうそこも分かってるよな、どうかな、それも KGB は絶対だ、ね、もう半端じゃない、もうロシアの、うん、スパイなんて、うん、ヤップ遺伝子がバレちゃいましたね、ヤップ遺伝子あったんですか日本中本当にでもどうやって最初調べるんですか、ね、なんか最近あの事務天皇までヤップ遺伝子があったなんて言ってる番組があるんだけど、事務天皇の遺伝子どうやって調べるんでしょうね、髪の毛落ちてた、髪の毛落ちてた、ヤップ遺伝子調べた人だって本当に何千人も何万人もいるわけでもないからね、そのただ言ってるだけね、結局そう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 、だからそのヤップ遺伝子の話になった時、悪いんだけどほら中国人とも韓国人とも日本人は違うんだよっていうのをこうそれを言いたいわけよね、それは、あ、だけどチベットにはいるんだよっていうのはね、うん、もう科学的に分かってることなんで、でもそれすら本当のことかはその分かんないんだよね、その結局中国人だって朝鮮人の遺伝子で調べたことないんだから実際は区分けしたい勢力がいるってことですよね、そうそうそう、はっきり分けちゃおう、もうあの日本1億2700万人、うん、その中の例えば2000万人ぐらい調べればね、うん、ある程度のこう流れはね分かるけど、うんうん、10万人ぐらい調べたってさ、例えば山口県のね、うん、ある地域で調べましたと、うん、で有名な田伏のね、うんうん、地区で調べたら、うん、いやここの遺伝子はやっぱありませんでした、うん、ところが三内丸山の青森で調べたらほとんどヤップでしたと、なんかどっかのね、うん、か国民調査で1000人ぐらいに電話かけて、うん、日本人の総意ですみたいなと似てますね、うん、どっかのテレビ局とか、うん、しかもなんか質問の仕方があざというようなね、うん、質問の仕方しかしてないから、ね、そうそう誘導質問ですよ、うん、押してったら向こうの思い通りの思い通りになっちゃうみたいなね、だからなっちゃうっていうか、そうだね、うん、やっぱね、でもそういう歴史とかそこらへんのことはね、うん、文字とかね、うん、文化とか、うん、なんていうの、言語とか、うん、古代文字とかあるやん、いろいろありますね、それ全部こうトータル調べていかないと、うん、その遺伝子なんか、うん、科学者が、うん、絶対いじくるに決まってるんだからそうそうそう、そうなの、だから遺伝子で解明した日本人のルーツとかね、うん、よくほら YouTube の番組がね、うん、あのサムネイなんかに載ってるけど、うん、いやだって何人調べたの、うんでどこの人、うん、サンプルはどこなの、うん、それによって全然変わるから、うん、まあこれね
そうですね、次がね、前つますね。だからあれ、まあ、ウクライナの件に戻すけど、うん、あ、戻しましたね。あの、何大統領ゼレンスキー、ゼレンスキー、ゼニが好きっていうのは、ゼニが好き、ゼニが好きな人ね。ゼニが好きだ、あの人がほら、ユダヤ人とか、そうそう、ユダヤ人最初に言ってなかったんで、なんか途中から、途中からね、私はユダヤ人だイスラエル国籍だになっちゃったね。そうそう、ユダヤ人なのに、あのね、ナチスと仲良くするわけないみたいなことを言い始めたんだけど、なんか、それ止めたったよね、止めたっていうことに一旦してありましたよね。そのアゾフ連隊がとか、ウクライナ軍がその東ウクライナをね、その攻撃2014年から攻撃し、2014年だよね、もうね、攻撃しようとした時に、なんか止めたっていうことを最近ちょっと言い始めてたけど、でも止められないんだよ、いや、なんか最初はね、なんかね、止めるって、あの、いや、あれ大統領になった時はアゾフを止めるとか、そう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 、で、ちゃんとした、まともな国にするみたいなことを言ったんだけど、やっぱ何かの勢力がゼニスキーをまた、そう、まあ何かっつっても、何かっていうのはどこでしょうね、何かっつってももうお金を出してる国でしょうけど、これはもう A 国と B 国ですね、A 国と B 国ね、2つあるんですね、そうですね、あと愛国も含めてもいいんでしょうけどね、ABI、まあ、今ほら話題になってる、あんまりこれ絶対日本でニュースにあんまり最近なってないけど、そのあのハンター・バイデンのラップトップ問題でしょ、あれに入ってるのがそのウクライナにあの点在するバイオラボなんでしょ、その結局、もうね、アメリカでも CNN とかね、あの辺がやり始めてるらしいです、そう、なんか出てるみたいですよね、ただ日本では報道しなされちゃってない、ということは、そのコロちゃん、コロちゃんね、コロちゃんもそのバイオラボは関係してくる、もちろんです、やっぱりね、初めてあれね、そのコロちゃんじゃない、ある資料によれば、ある資料、はい、ウクライナでそういうバイオラボで、そのコウモリを使ったコロナの研究をしてたと、そうですよね、そういう資料も残ってる、それがなんかもうロシア掴んでいると、そうそう、でそこと、まあ中国の武漢と、武漢に、で武漢がやったみたいなことになってるけど、もともと研究はウクライナでやってた、しかも人体実験もしてたっていうのが出てましたね、出てる出てる、でもウクライナでもそのバイオラボのこの研究したりなんだりする契約書も出てきてるんですよ、そう、でペンタゴンとの契約書、そうそう、普通の人国会で見れるはずなんですよ、契約書見れる、なんかそこにそのそれ見た人いるし、なんか製薬会社の名前がこういっぱいこう入ってて、ファイザーとかね、今有名な、あとなんだっけ、モデルナとか、あと日本のこう製薬会社も入ってて、日本のね、だってそうでしょう、だって日本だってワクチン作ってるんだもの、会社どこだっけか、塩のみじゃんって、塩のもう何なんちゃら、日本のだって製薬会社って大元は731部隊でしょ、そう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 、大元だもん、大元は大元、大元教の大元、なんかすごいの飛び交ってますね、だから結局そのつながってるんだよね、そういう研究っていうのは、その日本のそのね731のあれが今の国際医療センターってあそこの今のコロナをやってる、ということはですよ、今回ロシアがウクライナに攻めたっていうのは、その今の東の地域でウクライナのロシア系の住民を助けると、何年間もその思ってた、それに助けるっていうのと、あとそのバイオラボへの攻撃、生き物の研究、そこへ攻撃して、だからものすごくちゃんと正しいことやってるように私は思うんですけど、それをね、だからそれをまず攻撃してるんだもん、そう、一番最初にバイオラボを攻撃して、アゾフ、向こうのね、ネトウヨ、そう、ネトウヨネネネネオヤチ、部隊を攻撃してるだけやから、そう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 、ネトウヨで、その時にそのほらすぐに侵攻して2日目ぐらいにゼレンスキーが、あの核不拡散っていうのをやめて拡散するっていうことをちょっと口に出しちゃったんで、それで今ほら名前が変わった、なんだっけ、あそこの原発、あ、チェルノブイリ、チェルノブイリ、チェルノブイリ、
ちょっとだからキーフもそうそうキーフになっちゃったけど、わけわかんないよね。ね、でもチェルノブイリ原発をそれでそういう、うん、あともう一つなんか2個ね、そこを、うん、あのだ結局守ったわけでしょ、ロシアは。そういうことだよね。ロシアはね、完全に守ってるんですよ。完全に守ってる。だって、むちゃくちゃやってるのもアゾフが、うん、そう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 。で、あの劇場じゃない、あの妊婦が、あ、はいはい、病院がなんか爆破されて、産婦人科、妊婦がこうね、うんうん、なんかこう運ばれてる、うん、あの映像があったけど、役者さんがもう 100% もう嘘だったっ、嘘だって、あ、もう役者だったんだやっぱ、うん、あのクライシスアクターが出てきちゃったんですか、あれ本人もね、なんか暴露してます、暴露してる、あの出てる、出てる、最近出てる、出てますね、うん、でその時何するんですかって言ったら撮影するって言って、うん、ニュースの、うん、そうそう撮影する、 AP 通信とか、そうそうそう、 BBC とかの入ってたって撮影を、うん、もうそこでやってたって、じゃあもう撮影編 も事前に呼ばれていて、うん、でその妊婦さんをこうそこに連れ出して、そうそうそう、そこでその、そう、その本人が言ってた、そのアクターの月面着陸みたいですね、月面着陸ですかで、あのその後ほら最近あの 劇場が爆破されて、はい、300人死んだっていう、うんうんうん、あれもね、うん、そのウクライナの、そうですよね、その、うん、そこにいる、キエフにいる、あ、キエフじゃないかな、そこにいるユーチューバーかなんかが全部暴露してる、あ、なんかあれでしょ、スペインやってた、やってた、うん、スペイン人で、うんうん、やってた、あの弁護士でのユーチューバーの人が絶対入って、うん、こうね、真実を暴露するっていう、それは女性の人だよね、女性の、あ、女性の人がいて、その後男性が最近入ったの、うん、あ、うん、そう、やってます、それ、あの、あ、男性先に最近入って、そうそうそう、うん、あ、こんな感じですよっていう、うん、で、ここにはもうそういう誰もいませんよって言って、うん、その同時にあのウクライナ政府の方がそこから、ま、マリウポリから3000人そのバスに乗って西ウクライナの方に避難しましたっていうヤフーニュースが出てたけど、うん、ちょっとこれおかしいなと、うん、やっぱりだってね、もともとマリウポリ、うん、マリウポリで東ウクライナはさ、うん、ほとんどロシア人が住んでたわけなのに、うん、なんでそこの人がさわざわざキーフ、うん、キーフの方に逃げるんだ、ザポリージャとかだとかだとかだという気がしたけど、うん、そんなとこに大体あの怪しくてついてくわけないじゃないですか、うん、それでそのほらマリウポリの市民のロシアの人たちが人道支援してね、うん、あのロシアにこうたくさんこう、うん、まあ、避難させたら、うん、拉致ったとか、あ、そう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 、拉致ったとかってかそんなの拉致できない、パンで積んで拉致ったとしてたよ、ね、なんか拉致られてるのにニコニコしてるねとか書いてたよね、そうそうそう、子供を証しもらって喜んでるよねとかね書いてたよね、うん、そうそうそう、そんなパンで拉致られるわけないじゃないですかねでそのほら最近よくあのどっかのテレビ局か忘れちゃったけど、うん、あの一時的に、うん、実はウックの軍隊が我々を攻撃して、うん、ロシアは、うん、の軍隊の人たちはパンも水もちゃんとくれた、うん、そうそうそう、テレビでちょっとやったかな、 そしたらそのコメンテーターたちはもうやばいと思ってシーンスルーしたって言ってたよね、うん、やばいよね、うん、本当のことがあの分かっちゃうとね、困っちゃう人たちがいるんだろうね、うん、でもよくここまで日本人をね、うん、あの国民を舐め切ってるよね、舐め切ってますよね、舐め切ってる、だからアゾフの、うん、あれアゾフ の、ね、あの兵隊が逃げたいから、うん、もう被服に着替えて、うん、そうそうそう、民間人の格好して、うんうん、であれで子供がいた方が逃げやすいからって、そう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 、子供がいる、それこそあの家族を、うんうんうん、なんかお母さんを殺して、殺して、そうそう、子供だけ奪って、うん、で自分の子供みたいな格好をして逃げる、なんか子供タイタニックナイツみたいな、そうそう、あの車でそれをこうあのチェックする人がいて、それ子供が静かに泣いてるからおかしいって言って、子供だけこう話したら、うん、もうお父さんもお母さんも殺されたって言って、うん、それがなんかあの有名なナチス王のナチ女とか書いてあったんだけど、うん、でそういうのあったみたい、でもなんかもう釈放されてましたよ、あ、本当、うん、違う画面では髪の毛も伸びてたし、まあだから情報はまあいろいろ、ね、お互い、うんあのそうね、まあ情報戦は ね、 ねあるでしょうけど、うん、でもまああのロシア兵をほらあの捕虜をね虐待して殺したとか、うん、あれはちょっとひどいような、あれね、最初の頃ロシア兵の捕虜を、うん、顔出しでバーンと出したじゃん、出してました、でプーチンの言う通りやったら大変な目やったんで、うん、あ、そうそうそう、うん、少年兵とかね、うん、うんうんうん、あんな絶対やらせだよね、うん、やらせだと思う、あんな捕虜を大体、うん、顔出しさせたらダメなんだよね、顔出しで出すから、うんうん、国際法違反だし、ね、そう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 、うん、
だからね、後からは出さなくなったけど、うん、結局最初の頃はやりたいことなんかやってましたよね、うんうん、最近になるとなんか捕虜あのモザイク入れてるけど、そう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 、うん、月面着陸と一緒ですね。そうですね。なぜあのこんなに科学が発達したのに月には行かないでしょう、再度ね。あの火星行く前に月ですよね。もうなんか有名なジュースの缶も落っこってたっていうしね。そうなんだ。風が吹いてたっていうしね。そうそうそう、コカ・コーラ、うん、風吹いてたみたいですね。本当空気もないよね。それで火星 の土地を買うとか、よくああいう詐欺できるよね。本当詐欺でしょあれ。火星もだって猫とかネズミとかウロウロして映ってたっていうからね。火星のネズミなんでしょうかね。で本当は青空なのにわざとフィルターで赤くして、うんうんうん、火星は赤い星と昔から言われてるので。うん、隠しなくちゃいけなかったらしいですね。そう、そうでしょうね。はい、はい、じゃあウクライナに戻ります、ね。あ、またウクライナに戻さないとね。戻してアリゾナで撮ったんだってね。火星は。あ、そう。なんかオバマも火星に行ってたらしいよね。あ、戻して戻さないとね。うん、あれはキューブリックが撮ったんだって。うん、そう。その月面着陸は。そうでしょ。NASA ってめちゃくちゃやね。めちゃくちゃ。うん、だって本当無重力の。あの人工衛星にいるのに物落とすと落ちるんだってよくそれ出てますよね。本当かどうか知らないけどさ、あれ。あとなんかほら CG 今なってるから、なんか後ろがもう透けて見えるとかね、うんうんうん、あのグリーンバックか、あ、そうそうそう、もうそれはゼニが好きな人がやってますけどね。あ、やってるやってるやってる、ね、なんかこの間あったよね、そのツイッターね、うんうん、スイッチこうやってピッピッって、あ、そうそう、後ろ俺もツイッターしたけど、そうそう、ね、あのもうヘルメットかかったし、あれの映像といつもなんか浮いてるような映像だもんね。そうそう、なんか光の加減がやっぱり違うから、なんか、うんうん、影の違和感が違うって言ったのね。だからよくほら最近ほらここにこう筋があるような、うん、画像出てくるんじゃん、こういうと、うん、ここ、うん、あ、間違いにこれゴム人間だっていうツイートがね、なんかあのね出てるけど、アメリカのバイナンとかさんがゴム人間だって言われてるけど、バカだよね。あ、梅ちゃんも座談会に参加かな。なんかね、多分猫が来てるか、猫、うん、スキンが来たみたいな。猫スキンですから。梅ちゃんがヘビ食べたらびっくりしたわ。いや、ヘビはね好きなんですよ。だから食べるんだ、ヘビ食べる。さっきもなんだっけ、ニシキヘビ、青大将、ニシキヘビじゃなくて、ニシキ、違う違う、青大将、シマヘビでしょ。シマヘビ、シマヘビどこありますよ。でも今日出てて、うん、食べた、いやいや、あ、食べない、あの食べると困るから離した。だってこのぐらいでもね、うん、だって食べるとさ、蛇がそのいるわけでしょ、絡みついて取れ、うん、こっちを取ることできないしね、怖すぎて。あ、食べるんだ。なんか食べるっていうか遊ぶだけ。あ、食べないよ、なんか猫がやってくるやつじゃれてたもんね。ごくんはしないさ。だからあの結構近くで、ね、あの蛇が死んでたりしてますよ。梅ちゃんの近くで結構猫好きだし、ヘビン好きだからね。強いわ、強いわ、強いよね。梅ちゃん見たくなんなくちゃ。ちょっとプーチンに貸し出すか。うん、あのちょっと白い犬と一回一時交代でね。あ、あれね、あの秋田県ね、秋田県、うん、でもあの人は本当犬好きだっていうのは伝わってくるよね、うん、プーチン見てるとね。あ、そうそう、うん、すごく、あのほらプーチンというかさ、プーチンが柔道着着た写真とありますね。それからゼレンスキーが裸でギター抱えて並んでたら、裸芸人だったね。裸芸人、あれ見たらわかると思うんだよね。いや、そうそうそう、そういえばそのこの危機に応じて、うん、またさらに日本の周辺で、うん、昨日かな、うん、あの北方領土の方で、うん、赤い照明弾が、うんうんうん、あ、あったね。なんかあったの。だからそういえば昨日ね、夕べスクランブル行ったんだよ、うん、そうなの、うん、あのね、ロシアから来たってこと？多分、いや、来たのを覗いたんじゃないですか、うん、多分、あの必ず行くから、百力地から、百力地からビャーン行ったと思う、うん、ジェット機だと、ジェット機だ、うん、12時ちょっと前だった、ね、スクランブル、スクランブル下から見に行ったっていうことなのかな、うん、って感じだったね。何か北から見に行ったんでしょう。ちょっと恐ろしい座談会ですね。いや、そのぐらいは、いや、もちろんそのほら、ちょうどね、あ、ちょっとこれ我々住んでるこの北茨城の北西部は、うん、あのちょっと大子町っていうのがあって、ええ、ほとんど日本の北回りの旅客機をここの上通ってくるね。管制塔があるんですよ、うん、あ、そうなんですか、うん、だから100人に降りるのも成田に北から行くのも羽田もみんなここ通ってくから、すごいあの過疎地なんだけど、まあ空路に当たってるっていう飛行機だけはすごく飛んでるっていう場所なので、ね、大子町、あ、大子町、大子町に管制塔があるんですよ、うん、飛行機の、あの茨城空港、なんつうの、
そうだね、ソニカの。茨城に空港できましたよね。いや、百里基地。あ、茨城空港。あの民間の人たち、うん、あれは百里基地だよ。あ、百里基地なの。百里基地をの民間用、民間に使ってるだけで、だから何かがあれば百里優先だから、ええ、自衛隊優先で使うから。あ、その間を塗ってこう、うん、まあ、民間機、まあ、あの茨城空港なんてそんなに。じゃあ今度横田基地に降りてもらって。その中のあの関東の方は全部制空権アメリカってことでしょ。そうそうそう、東京の上空で、ね、だからウクライナが、うんうんが制空権稼いとか言ってるけど、日本の方がよっぽどアメリカ制空権を握られてるってことでしょ。だからもう、うん、あの日本の中心はほとんど飛べないですよね、真ん中は、うん、だから脇横を縫って飛ぶ、うん、そう全部回るんだ。羽田に着陸するのなんか本当はさ、うん、あの朝鮮の方から、うん、中国の方から来たら東京の上空こう越えて一本道なの、楽なのに、うん、ぐるーっと回んなくちゃいけないね、うん、回り込んでね。だけどほらその分米軍の飛行機はあのなんて東京の上バン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 ね、そうそうそう、バン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 撮ってるのね、バンバン撮ってる、バンバン撮ってる、うん、なんか横田基地それを言えって言うんだよね。ウクライナの制空権やって日本の制空権言えって本当ですよ。だってウクライナはこの間見せたけどさ、国境線決まってないんだから、うんうんうん、あのどこが制空権だって言われたって困っちゃうよ、ね、だからあれもともとほら、何国連にまだソビエト連邦っていうふうに登録してあるから、うん、結局そんな独立した国なんかソビエト連邦の中で独立したってそのウクライナであるとか、うん、あのジョージアとか、うん、とかあるけどないんですよ。だから国境線がまだ決まってない、定まってない、うん、法律上ね、うん、そうそうそう、あの辺アゼルバイジャンもアルメニアのあたりも、うんうん、だから旧ソビエト連邦の領、うん、まあそこに何て言うの、あのだから領地なんだろうね。ロシアから見てみたらうちの土地になんで住んでんだって話になったよね、うんうんうん、一応ほら形上あの、そうそうそう、あっちの東のやつを独立したみたいな格好してロシアがそれを認めたじゃん、はいはい、で、うん、一応手段的自衛権みたいな名目で、うん、なんか今回やったみたいな、うんうんうん、一応それ国際法っていうかね、そうだね、一応まあギリギリアウトか政府か知んないけど、それで一応プーチンがプーチンは一応そう、うん、国際法を違反しないような形で、うん、それやってるから、うん、だからそれをバイデンはもう国際法違反だっつってガンガン今言ってるわけ、うんうん、アメリカが国際法違反についてはアメリカの国際法アメリカどんだけどんだけ日本に対して何やった、原爆落としてさ、艦砲射撃で無差別攻撃やってさ、うん、空襲して、ね、東京大空襲で何十万人殺してさ、どんだけ民間人殺してんの、うん、でイランもイラクもイラクかイラクもリビアもさ、うん、みんなアメリカ空爆でしょ、うん、アフガニスタンも、うん、俺は民間人殺しまくって、うん、シリアとかね、イラクは大量破壊兵が確実にあるはずだって言って、そう、ちょっと開けたらありませんでした、うん、終わりで、うん、あれに対して誰も責任取ってないですよ、謝りもしないですね、そうそうそう、アメリカは国際法、国際法、いやんって言うんだったら、うん、で言う、言うやつがね、そうそうそう、まずやれよ、ちゃんとやれって言うんだよ、どの口が言うか、ちゃんとやれ、そうそうそう、だから今回のウクライナのまだ大家さんはロシアなのに、借り主であるウクライナが、ね、私の家ってしてしまったと、してしまってる状況であるよ、ね、まあ、うな、んうん、感じだね、ちょっとざっくり言い過ぎてる気がするけどざっくりね、あんまり、いくらかするとざっくりしすぎてる気がする、うん、なんか複雑なんだよね、あそこのその人、うん、こうあのこう人種の人たちのこう集まりっていうのはね、うん、いやだから、まあそこウクライナでやっぱりまあなんていうユダキンの、うん、なんていうの、総本山っていうかハザードユダキンのね、もともとそういう、もともとそのほらナチスドイツの頃から、うん、ウクライナっていうのはあのなずっとほらソビエトにこう領になってたけど、うんうん、そのあそこって結構その人種のるつぼ、それでこう結構人種のこうなんつうの小競り合いが多い場所なんですよね、うんうんうん、あのウクライナっていう場所が。あれ戦争の後、うん、ドイツの、ね、ナチスはもうすごい刑を受けたんだけど、うん、ウクライナにいるナチスは全く無罪放免だったんだけど、うん、そう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 、あのポーランドとかそのウクライナの人たちはナチス の、うん、あの党員じゃ、うん、正党員じゃなくて、うん、そのあのハザールユダヤを追い込んで殺してもいいっていうか、うん、この人もいつもいいんだけど、うん、要するに捕まえる権利をもらったって感じなんですよね、うん、だからそうやってね、うん、わざとそうやって残すわけですよ、そうそう、わざとね、そう、それ日本のね、火種を残すとく、日本の永久戦犯が、うん、釈放されたのと
全く一緒なんですよ。そうそうそう、岸ですか、うん、岸だの笹川だの、うんうん、あの要するに実行犯はこう罪に問われないで、うん、上に行ってやれやれって言った人、目立つ人だけ殺したと、まあ、ヒトラーなんかそうだと思うんだけど、うん、あのいやヒトラーもね、まあそうね、まあ、あの死んでるかどうかは、うん、そう言われてます、ね、よくアルゼンチンにね、うんまあ、南米に行ってたとかね、あのね、これすごい面白い陰謀論だけど、うん、あのヒトラーはね、その別に殺せって言ってるわけじゃないっていうわけ、うん、ただそのハザールユダヤの人を捕まえて収容所に送ってくれないかって、そういうニュアンスなんですよだけどあのウクライナとかポーランドではそのハザールユダヤ人とそれ以外の人種のこう揉め事があったから、とにかくハザールユダヤの人を憎んで、何かを憎むのね、自分たちを大変こうストレス溜まってるから、うんうん、それでユダヤヒトラーとあのナチス育てたのが、まあ、ロステルだからね、そうですよねだからユダヤ人なわけです、うん、そこに行くだからそこに行くんだよ、ヒトラーもユダヤ人の血が入ってる、4分の1入ってるってね、ばあさんがロステルのなんか、うん、メイク男、うん、あれだ、うん、血が入ってるみたいな、うん、あのメルケル、話は聞いたことメルケルもね、うん、メルケル、うんうん、そっくりだもんね、顔がだからもう本当自作自演なんですよ、そうそうそう、そうなんですよ、だから何かしてうまいことをこう洗脳して儲けるわけですよ、うん、なんかあの1900年のまあ1800年の終わりの1900年の頃にすでにあのパレスチナにあのイスラエルの国を建てようっていう計画がもともとあったらしいんですよ、うんうん、でその第二次世界大戦の時にナチスのドイツにナチス党を作ってね、うん、でその、うん、ハザールユダヤ人っていうのをこうどんどん収容所に追い込んで、うん、でそれをハザールユダヤ人の貧乏な人を追い込んだんですよ、うん、で金持ちもいるでしょ、うん、その人たちはハザールのユダヤ人なのかセム系ユダヤ人、ユダヤ人って2種類いるから、うん、そのセムの人がやらせたのかハザールの上の人がやらせたのかは分かんないけども、うん、結局そのイスラエルを作るためにその人たちが必要だったわけですよ、あのハザールがあのユダヤ人が必要だから、だからユダヤ人を買って集めた、宗教的ユダヤ人と血統のユダヤ人の、そうだからパレスチナの方が血統的なユダヤ人っていう、あ金持ちだったみたい、ただ、うん、金を持ってるその、あのイスラエルの土地を全部買ったから、その金持ちユダヤ人が、うん、だからそういう人たちはユダヤのイスラエルの人になってほしくて、貧乏のハザール人も行きたいけどその人たちが来てくれると困るからって言って、どうもその人たちが死ぬとまたその、うん、あのなんだっけ、ホロコーストを起こしたっつって、うん、あの賠償金を、あの賠償金ももらえるし、あのいわゆる同情も得るから、うん、ハザールユダヤ人って言っても、うん、全部がその下の人が悪いわけじゃなくて、うん、本当は上の人、うん、一部の人はやっぱりこの、うん、我が国日本と同じで悪くて、まあ一部の人はその要するにシオニストなんですよ、あだからいわゆるそのユダヤ教を信じてる人じゃなくて、うん、あのシオニスト、要するに何、エルサレム作りたい白人至上主義者、あの宇野さん言うところのタルムードですよ、そうです、それ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 、うんうんうん、だから結局そのユダヤ教をやってるユダヤ人でちゃんとやってる人と、ユダヤ教からだとシオニストがいて、シオニストじゃ私じゃないって言ってるユダヤ人もいるわけですよ、うんうん、だけどその結局ジョージ・ソロスとかね、うん、ああいう人たちはシオニストなわけですよ、うんうん、それがネオナチに今こう移行してると、ということはウクライナってのはもうこの、その最終決戦地みたいな、だけど今さどんどん傭兵投入して武器投入してるから、うん、なんか紛争地帯を長引かせようとしてるような感じはしますよね、ものすごく、やっぱりコロちゃんと同じですね、武器処分でしょうねそうやっちゃって古くなってきた武器も処分でしょ、南北戦争で中古のやつを日本に来たみたいな、うん、そうそうそう、うん、日本で起こせばこれもね、うん、売れるぜ、明治維新のね戊辰戦争やらせて、うんうんうん、だからあの最なんだっけ、最後の白人のあのシオニストなんだとかなんとか、うん、そのハザールがね、ハザールがね、うん、あれは俺もウクライナの戦争はもうほとんど終わってると思いますけどね、うん、うんうん、もう決着ついてると思うんだけど、うん、まあメディアは伝えないし、うん、そう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 、もう交渉がほとんどもう出来上がってないから、結局そのロシアの言ったことが正しかったっていうことを、うんうん、認めるのが嫌なっていう、いかにそれで時間かかるわけですよ、いかに、ね、ロシアが正しかったっていうふうに言わないで終結させるかっていうのを悩んでるでしょ、それでそうなるでしょ、
こう、うん、制裁を、うん、あの西側はロシアにしたんだけど、うん、どうもガスがストップされちゃうよっていうことが、うん、結局ほとんどね制裁してないですよ、うん、そうですよ、うんうん、全然パイプライン、あれ最初なんかドイツのパイプライン壊したとか言ってたけど、うん、全然壊してないし、ずっとガスを送り続けてるし、うん、だってあれロシアからウクライナ通ってヨーロッパへあの、うん、向かってるパイプライン全然ずっと動いてるもん、まだそう、うん、普通一発すぐ壊すじゃん、壊すか止めちゃうよ、ね、本当に、本当に戦争状態だったらすぐ止めちゃうよ、ね、そう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 、そしたらヨーロッパアウトだもんね、ダウンラインも全部あのキエフとかちゃんと、ね、で結局はあのルーブルで払えって言ってもほら、うん、あの一つだけ制裁されてないあのロシアの銀行に払えばルーブルじゃなくたってユーロで払って、そこでルーブルにこうあの両替すればいいだけだから、うん、銀行もロシアの銀行も全然制裁されてないですよ、うんうん、あの日本で言えば上ね、メガバンクが全然あの名前に入ってないんだから、そうそうそう、マクドナルドやってるって言ったもんね、言ってた、うん、だからなんかそのメディアだけ戦争してロシアが悪いとか、うん、ウクライナの方がかわいそうっていう感じ、うん、じゃあ結局コロちゃんと一緒や、武器をたくさん消費しようとして投入したのに大して売れないと早々と集結したんだ、うんうんうん、でロシアが本当は悪いことにしたかったのに、うんうん、悪くないことがバレてきてしまったと、うんうん、さあどうやって落としどころをつけようかというのが今のメディアの嘘情報の流し合い、今だからあのハンター、あのバイデンの息子の悪事がウクライナとか中国でやったことがどんどん今パソコンが公開されてね、それね、あのアメリカで それをぶっ潰したいわけですよ、あの親父のね、上代で、うんうんうん、でもこのパソコンのラップトップが出てくるタイミングも良すぎますよね、そうなのね、あんなんさ最初から出てみんな知ってるはずなのに、知ってるはずなんだけどね、あのトランプとあれの選挙の時には出さないんだ、出さない、そうそうそう、うん、あれ出してたらバイデンなんかね当選するわけないし、うん、そうそうそう、うん、まあ不正だけどね、まあ、不正だけどね、そう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 、結局不正なんだけど、でもねメディアも CNN とかがちょろちょろ言い始めたぐらいだから、うんうんうん、ちょっと流れ変わってますよ、うんうんうん、折り合いついたんじゃないのかな、うんうん、さっき言ったロスチャイルドみたいな、うん、あの支配層のグループとガス止めるのにも時間かかりますからねとかってなんか言ってたけどテレビでだってもう何日かかんねんっていやパッてなんかこう下ろせばいいだけじゃないのこれだけじゃん、そうだよっぽど重いんだねこれ、うんうん、重いんだね、うん、でももうあのあれでしょ、そのフランスでも英国でもドイツでも、うん、もうガス料金と電気料金がもうすごいうなぎ登りに登って、うんうん、日本もね逼迫する、なんで日本が、なんで日本はね、ロシアからかそんなにいっぱいではないはずですよ、うん、石油の20%ぐらい、そうそうそう、だって日本がさ値上げするとしたら知らんから、その原油だけじゃないの、うん、本当は一番は、うん、だからなんかほらそこで、うん、その、うん、ヨーロッパが2030年だっけ、うん、あの全部自動車を電気自動車にするって、私それが絶対あると思うの、うん、で、うん、でロシアと産油国今仲間がものすごくいいじゃないですか、そう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 、で油の取引をやることルーブルでね、うん、直にやっちゃうよっていうことになってるし、ね、でそうするとね、なんかロシアと産油国、うん、アラブの連中がね、うん、うまいこと談合して、うんうん、あの世界のね、うん、自動車の流れを、うん、電気自動車じゃなくてエンジンのまま残しておかないと、うんうん、産油国こうだから、うんうん、そういう流れもあるんじゃないのか、うん、と思うんです、うん、だって、ね、全部電気自動車にしたら産油国はものすごい最貧国になるよ、うんうん、ところヨーロッパとアメリカは言ってないけどヨーロッパ全部でしょ、うん、あの EU の諸国は、うん、イギリスはやんないんだろうけど、でも西側はやれば必ずその日本っていう一番生産してるところがやるでしょ、うんうん、そのもうガソリン車作んないって、トヨタも日産もね、うん、そうしないとヨーロッパで売れないもんだから、うん、トヨタも電気自動車いっぱい作るってやってますもんね、ね、うん、ホンダもなんか何年までには全部の車を、うん、だけど電気みたいなのってですよね、それはさ元はといえば一番の元はその CO2 問題から来てるんですよ、それも詐欺でしょそうですね、誰だっけ、副大統領、うん、ギア、あ、ギアじゃなくて、リチャードギアじゃなくて、ゴワ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 、リチャードギアじゃなくて、私はアルゴワゴワだ、プリティウーマンです、そうそうそう、ないこと言ってお金儲かっちゃうんだからね、そう、だから結局その CO2 問題であれ、あの、うん、あ、なんだっけ、ソロスの孫が出てきたでしょ、うん、
グレタ娘が守らしいよね。いや写真2人で写ってたのはコラかもしれないけど、写ってた写真出てたけどさ、であの CO2 問題でそれがあのこう先に行って結局その電気自動車の話になったんですよ、うん、でそれが多分ねもう引っ込みがつかなくなったんじゃないかなと私は思うんだ、うん、もうやめたいんですよ。だって CO2 があるからって地球が温暖化するわけじゃないから、ね、誰も分かってないわけないよ。地球の温暖化は太陽のせいですから、ね、それね地球の、ね、あの温暖化とね寒冷化は人間がちょろちょろやったぐらいで地球が変わるわけない、ね、だって縄文の頃だってさ温暖化した時はさそれなんで温暖化したのって話になっちゃうもんね、うん、温暖化すると南極と北極の氷が溶けるらしいですよ溶けるわけねえだろ。洪水が起こるらしい、起こるらしいですけどおかしいな洪水ね起こるの氷点下30度も40度もあるところの氷がなんで溶けんだよまあ多分そのね CO2 問題とか、うん、その電気自動車問題っていうのがもうどうしようもなくなって終わりにしたくなっちゃったんじゃないかなっていう、そういう変な運動をね捏造するんですよ。そうなんです商売になるからね、うん、もう金になることね、そう、うん、そうなんですよ。でそれでほら、うん、あらゆる運動がもう やつらのあれですよ。お金儲けのね、うん、まあ、詐欺ですよね、うん、詐欺、詐欺だ、企業にもそれ義務付けて罰金とか取るんですかね、うん、でそれを励行させるし教科書に載せて温暖化温暖化って、うん、今の子供なんか、うん、温暖化のことしか知らないし、なんか元の環境大臣のアホがいたよね、一人ね、うん、コンビニ袋なくした、うん、あーあースンズロ君、スンズロ、あの田臥のスンズロ、セクシーさん、セクシーさんね、セクシーさんね、あの人たちが、あの人はあの鹿児島田臥ね、うんうん、あそうですね、あっちはそうです、鮫島ですね、鮫島ね、うん、モンゴルね、うん、だからこれちょっと外情報ですけど、うん、あのお弁当のパック上と下の、うんうん、あれであの袋、うん、3円とか5円との袋を50枚以上作れるらしいんですよ、うん、あのご飯一食、うん、あの上の容器、うん、ね、うん、あれ、うん、本当だったらあっちでお客様これあのお弁当このまま持ってきますかって、それとも中身出して持ってきますかって、うん、まあ冗談だけど言わなくちゃないぐらいプラスチック使ってるわけですよ。それにさ、うん、第一ペットボトルやめるべきじゃないですか、レジ袋よりね、うん、でもあれは再生という裏目的、裏理由で、うん、あの再生してもお金がかかるんだ、全然再生してないでしょ、じゃああれ燃やしてるだけですよ、うんうん、あとは今までは全部そういうのは中国に送ってたんですよね、中国もいらない、中国もいらないって中国言われちゃったんですよ、うん、今度はね、でゴミの分別だって、うん、あれ本当あんなの必要ないらしい、うん、なぜかというとクリーンセンター持ってくと、うん、私全部まとめたって捨てちゃいますから、そうそうそう、何にもやばい、だってさ、うん、コンビニなんか全部まとまって捨てて、ね、燃やしちゃう、全部だからまとめて燃やすってことでしょ、燃やす、うん、燃や文句ないです、ゴミ焼却場でその生ゴミ出すじゃん、うん、一番生ゴミが多いと思うんだ、うん、で生ゴミって生だからさ燃えにくいじゃん、うん、だから重油入れて燃やすんでしょ、うん、だったら最初からペットボトル一緒に入れた方がいいに決まってんだよね、でその理由っていうのが例えば、うん、何曜日に何を出しなさいとか、うん、市とか国がもう命令するでしょ、うん、あれっていうのはその従わせるためにやってるんだ、そういうことですね、そうなんです、うん、こういう国の言うことしの言うことは聞かなくちゃいけませんよって、うん、戦前のさ、うん、あれに似てるよね、軍国主義のさ、ね、そう、なんかそうやって仕事がいっぱいできてそれも利権にそうなってくるんですよ、うん、だからいくらでも利権仕事ってのは作り出せるんですよね、うんうんうん、だいたいそういうふうにその役所の税金にぶら下がってる仕事をやってる人たちって、うん、なんかそういう人たち多いよね、多いっていうか、うん、すごい量じゃないですか、そういう系統の人たちがね、うん、そう、そうなのね、うん、だいたいわかる、わかる、で今度それが正しくないって言うと、うん、ものすごくバッシングされる、そう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 、こんなゴミね、あのクリーンセンター全部ひとまとめだよって言って、あんなこと言ったってね、これ負けなくなってるんですよだってもうその時マスク警察と一緒やね、緊張おばさんよくやりやすい、市役所からさ、分別票渡してくれるじゃないですか、うんうん、わざわざね、うん、だからもうそれを見た人がさ、そのマスクやんなくちゃならない人は、はぁ、この通りやりますって、うん、なんじゃないね、ペットボトルやらなくちゃ、そう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 、いちいちペットボトル出すのにさ、中洗って、うん、洗ってラベル外してキャップ取っ って、うん、で出すんだよ、でね、あれキャップがなんで燃えるゴミなの、うん、であれが再生ゴミなの、キャップだって再生できるじゃんプラスチックじゃんキャップだって、うん、でもキャップだけプラの再生するっていうのもあるよね、あるあるあれ入れるなんか寄付になってどうのこうのやつだよね、でもあれはそうそう、うちの会社あれ
あそこ閉めた。でもあのキャップさ、こう再生する機械は日本に1台しかないんだって。本当すごい高いんだって。再生待ち感じゃ、ほとんどだから、みんなね、あのグレタみたいな子供に騙されるんですよ。子供使うんですよ。そう最近流行りのさ、その時もそうだし、四文字の言葉でやったんですよ。SDGs。あ、そうそうそう。あれ今すごいじゃないですか。最たるもんでしょ、そういうインチキの。テレビだって言ってますもんね。SDGs の未来のために。どこにそんな未来なんだこの野郎。その前の、その前の時はさ、スピーですよ。その前の時なんだっけ、あのほら、よく住宅でロハスとかさ、ロハス、ロハスとか使ってるので、SDGs、あの持続可能な、なんとかってね、サスティナブル社会。あれさ、持続ね、可能なあれで、なんか17項目ぐらいあって、あるあるある。その中にさ、武器とかね、原発とか入ってないんだよね。何それみたいな。本当だよ。一番最初のところだよ。一番感じのところ、一番やばいところは言わないんだよね。抜け落ちてる。なんかプラスチックの偽善的なんですよ。全てがなんか綺麗な言葉ばっかり言ってね。だから本当にテレビだけ見てると偽善者になりますからね、皆さん。それもほら、今なんだっけ、テレビまず捨てた方がいいね。捨てた方がいい。テレビ捨てます。株、あ、株じゃないや、年金、年金のお金を投資してるわけでしょ、国が。そうそう、 GPIF、 そうそうそう、投資してるんでしょ。それがなんか2、3日前の新聞で、あのクラスター爆弾の作ってる会社に投資してたって。それおかしくない？ってさ、それさ、なんか日本人がそこに乗っかってるみたいな気持ちが悪いよね。だからこれ間接的に乗っかってるから。乗っかってる。GPIF ってゴールドマンサックスだっけ、メインの取引が。もうそれで、もうそれぐらいや、もういかがわしいじゃん。いかがわしい、いかがわしい。なんで外資にやらせる、なんで外資にやらせる、日本人。ああ、そうだな。で、もうそれだけで終わり、本当本当終わってる、終わってる。我々のね、年金、税金大事な。だからさ、今まあ例えばこのなんつうの、ウクライナ紛争がもしもいろいろやらせとか本当かそれは分かんないけど、とにかくそのドルの基軸通貨っていうのがなくなれば少しでもね、我々にプラスになるんじゃないかなって。だからそれをドルを支えてるのは日本なんですよ。そうだけど我々の税金です、実は。もう少しでほらルーブルで払えって言って、これでドルがなくなるのかなってちょっと思ってたとこなんだけどね。いや、だから俺、あのあれね、ロシア、インド、なんだっけ、中国、ブリックスか。ブリックス、絶対日本ブリックスに入るべき。そう、絶対だったら入んなきゃ。もうロシアとか中国全部安全保障も全部条約結んで、そうしたらもうアメリカさんお帰りくださいで終わるよね。どうぞお答えください。ちょっとほら、ブラジルだけね、南アメリカだけど、あとほとんどアジアに固まってるから、言うたし言うたし、最強ですよ、最強最強。だから日本もその今敵国条項をね、適用されてて、敗戦国、ただ世界で唯一の敗戦国なんだっていうことを、もっと国民に堂々と言えばいいのよね。綺麗事ばっかり。ずっと言わないからね。そう。右翼のメディアも言わないし、右翼のやつらも絶対言わない。絶対言わない。だって。だから日本はさ、戦争を仕掛けることはできないわけでしょ、敵国条項に縛られて、やったらもうすぐに乗り込まれちゃうわけだけど、それをこう言わないで憲法改正するっていうのはもう、それ憲法改正詐欺でしょ。だってできるわけないと思う。世界的に日本国憲法っていうのはきちんと認められてないっていう話じゃない、敵国条項があるということ、そういうことです。まだ大日本帝国憲法がっていうことでしょ。ウクライナに今回ね、ヘルメット送ったり防弾チョッキ送ったり、もう敵国条項発令されてもおかしくない。そう、文句言えないわ。ロシアと中国はいつ日本に攻め込んでもね、おかしくない、おかしくないんだよ、国際法上ね。ただそういう観点から言えば、中国ね、そのロシアの今のあれと合わせて、中国怖い怖い放送いっぱいやってるじゃないですか、報道。あれってどう思います？あれはね、一番ベースにあるのは、日本を戦争前の日本にしたい連中がたくさんいるっていうことだと思うんだよね。だからモンゴルにこう進出しようとした、その前の時代か、秦にね、進出しようとした、その大本京とかね、そういうグループの連中が日本海にの、まあ、ソフト路線が、ソフト路線側にいるわけだ。で、ハードはもちろんネトウヨがいるんだけど、そのソフト側、まあ緩やかな感じで戦前の日本に戻しましょうっていう
戻したいグループがいるのね、うん、でその一番の目的は何かって言ったら天皇陛下万歳、ね、そうでしょ、結局そこに行くと思うのね、うんうん、だから大日本帝国の一番大事なのは第一条第一項かな、うん、大日本帝国は鎮和、まあ明治天皇が一番ね、うん、神様だよって言ってるのが一番最初に来てるわけだ、うんうん、それをそうしたいんだよ、それが目的で、そうだからさっきのヤップ遺伝子の話もそうなんだけど、うん、神武天皇から今の天皇までヤップ遺伝子が万世一系でつながってますよなっていう話をこう YouTube でね言っちゃうんだよ、でそうやって洗脳するわけだ、うんうん、日本は特別ですよ、うんうん、でなんかに似てるよねこれね、うん、ユダヤの先民思想そっくりなんだよね実はね、うん、そうなんです、実はそこなんだよね、だからその先民思想っていうのは要するにシオニストなんですよ、うん、ある特定の民族が超優れていると、うん、そう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 なんで、それにそこには神を祀る、うん、何神社じゃないけどシナゴク、うん、あれを作りましょうと、都をね作りましょうというのが平安京なわけでしょ、要するにそれがエルサレムの、うんうん、エルサレムなわけだ、うん、エルサレムを日本語に訳すと平安京っていうことになるから、うんうん、だから大体その日本を今の日本をこう自由なね、うん、日本だったのを戦前に戻したいっていうグループは、うん、グループが好きな言葉はユダヤ人と日本人は日中同祖論が好きなんですよ、そうですね、日中同祖論、まあ陰謀論みたいな話になってね来るんだけども、うん、本気で多分そういうふうに思ってんだろうね、うん、あの人たちは、うん、はい、その辺だと思うね、一番ね、うんうん、と思いますね、私も。わかりました、どうでしょう、まあ、じゃあひとまず区切りということで、区切りということで、あ、はい、休憩してからまた始めます、はい、